皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、お医者さん、ご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以前ね、おならが臭いとね、奥さんからクレームがあったということをね、皆さんにね、動画で打ち上げたんですけどもね、あ、いやね、別にね、そのクレームがあったことをメインにした動画じゃないですよ。おならの回数が多くて、そして臭くて、それを改善しようという、その誰にもね、相談できないことを、そのお話ししただけなんです。その時のね、そのおならが臭くて、奥さんからクレームがあっただけな話なんで、まあ、そういう感じでね、ご理解しておいてください。まあ、何のね、ご理解か分からんすけどね、まあ、そのね、中でね、ですね、腸管循環という言葉が、ね、出てきたんですけどもね、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうかね。臭いおならや便っていうのは、腸管循環が不調っていう風なのの証ですよとね、そんなフレーズでね、お伝えさせてもらったんですけどもね、でその腸管循環というのはですね、その匂いの物質のね、大部分がね、その肝臓に送られて、分解されることによって無臭化されます。例えばね、そのアンモニアなら、その尿素に合成されてから、無臭化されてから、尿として排出されるといった流れなんですよ。でこの際に、無臭化されなかった匂い物質っていうのが、再び腸に戻ります。そしてその大半っていうのは、まだ肝臓に送られて、再び無臭化されるのですよ。このように腸と肝臓の間を物質がこう循環するシステムを腸管循環と言います。ほんでこの腸管循環で移動している物質の一部がおならや便として排出されます。腸管循環がね、正常に働いていればですね、排出されたおならや便がね、強烈にね、臭いといったことはね、ありません。ところがね、その腸管循環のね、機能がね、弱まってしまうとですね、腸内で発生した臭い物質っていうのがですね、無臭化処理がね、追いつかずにですね、おならや便の匂いに影響が出ていますということなんです。まあ、といった感じでね、その腸管循環っていうのが深く関係しているよっていうのをね、お話ししました。そこでね、そのメカブが腸の環境を良くしてくれて、おならの匂いが改善されるということで、こう食べ出したんですよ。食べ出したんですけどね、まだちょっと臭いですね。まあまだ3日目なので、そう簡単にはね、結果が出るとはね、まあ思ってませんけども、まあ、それなりにね、これからも続けていく予定です。まあその予定なんですけども、まあね、メカブはね、その腸の働きを良くするっていうのであって、そのね、腸管循環ではね、その腸と肝臓も関係してくるのをね、僕ね、ちょっと忘れてたんですよ。でそこでね、今僕の体の肝臓の状態をね、考えてみました。そのね、肝臓というのはですね、代謝、解毒、排泄に重要な働きをする臓器でございます。体に入った物質、まあ、有害物質っていうのはですね、まあ、肝臓に多いシトロクローム P450 というね、酵素によってね、まあ、何のことわからないんですけども、僕もね、よう分からってませんけども、それによって、その酵素によって代謝されて、水溶性に変換された後に、尿や便や汗と一緒にね、この体の外へね、排出されます。体に入ったものっていうのはね、ほぼ全てがね、一旦肝臓を通ってですね、この代謝経路によって無毒化されるんですよ。異物がたくさん入るとですね、肝臓はその分ね、多く働かなければなりません。そうしてね、負担が積み重なるとですね、肝機能の低下やね、肝障害へと繋がっていきます。呼吸をしたりですね、食べ物を摂取する必要がある僕たち人間というのはですね、その異物を全く体の中に入れないということがね、不可能なんですよね。まあ、生きてる限りね、肝臓に負担がかからないとね、だからね、いないんです。だからこそ、不調のあるなしにかからわず、肝臓っていうのはね、いたわることはね、とても大切なんですよ。特にね、年を追うごとにですね、肝臓への負担はね、確実にね、蓄積されていきます。疲れや安いお酒に弱くなった、肩こりが取りにくい、ジンマシンが出やすいなどのね、そんな体の不調をね、年のせいとかストレスのせいっていう風にね、片付けてはね、いけません。この血液検査の数値がね、たとえね、基準値内であってもですね、この体のちょっとした不調っていうのは肝臓の機能の低下によってね、起こっている可能性はね、十分考えられます。でこれはね、逆も言えるんですけどもね、その体が絶好調だぜっていう感じの時でもね、その血液検査で肝機能の数値がね、基準値をね、超えてる時もね、あるんです。だから肝臓はね、その沈黙の臓器と言われててね、そのよほどのね、ダメージがないとね、まあ、症状がね、現れないんですよ。なのでね、まあ、症状がね、出てたからではですね、その取り替え
返しのつかない状態になっていることがねちょっと多いんです。だから怖いんですよね。まあ、そうならないためにもね、まあ、元気なうちからケアをしておくことがね大事なんですよ。とはいうものですね、僕のその今の食生活ではですね、肝臓に負担をかけてるんかっていうのはね、そんなつもりはねないんです。まあ強いて言えばですね、まあ痩せるためになんですけども、まあ食べる量がね少し少なくなっているくらいですかね。まあそれとね、その野菜を多めの食生活をしているわけなんですけども、そのね野菜多めの食生活っていうのが逆に食事のバランスをね悪くしているのかということもね考えられるのかもしれないんです。でもね、その野菜は悪者ではないのでね、関係はないと思ってるんですけどもね、でもそれがまかり通るのであればですね、ベジタリアンやビーガンっていうのはね、不健康とされますよね。野菜ばっかり食ってるわけでしょ、あの人たちって。そのまあ世の中にはね、そのベジタリアンはまだ許せても、その完全菜食主義のビーガンっていうのはね、理解できないとね、言ってしまう、まあ心のない人間もね、いてますけども、まあ、そんな人たちの中でもね、健康な人絶対いてますからね。ほんでまあね、その他にもですね、僕自身のその肝臓に関してね、なんかしてるかなーってこう考え、なんかしてるわけじゃないんですけど、なんか どうなってんのかなって考えた結果ですね、そのまあ免疫抑制剤がね肝臓に関係していることがね分かったんですよ。でもねちょっとねおかしいんですよこの話ね。僕が飲んでる免疫抑制剤っていうのはですね、その肝臓の病気をしている人がの治療のために飲むケースもあるんですよ。だから全く関係ないと思ったんですよ。でもね、その薬ももちろんその肝臓等で代謝されるので、飲み物飲むほど肝臓にはね負担をかけておるわけです。まあ、多くのね、薬を服用するとですね、まあ、それだけの酵素がね、必要となるためにですね、代謝が追いつかなくなります。それは当たり前のことです。やっぱりね。その結果、薬の効果が得られなかったりとか、薬の毒性がね、増えたりとかしてね、副作用がね、起こりやすくなったりするんですよ。さらにはね、その他の有害物質やね、その体の中で不要になったね、物質とかいうのもですね、こう、 うまく排出することができない体になってしまいます。そうしたことを考慮せずにね、その新たに加わった症状に対して、さらに薬を増やしていけば、はですね、ますます肝臓って、ね、弱まってくるんですよ。僕ね、今年の5月の末にですね、帯状疱疹になったんですけどもね、その時にね、一時期だけその、まあ、一定の期間だけですね、帯状疱疹の治療のためのね薬がねガッと増えたんですよ。まあ、それも関係してるのかもしれませんけどもね、まあ、骨髄移植をした時の入院中からですね、退院してからも今もずっと飲み続けているのがその免疫抑制剤っていうやつなので、まあ、かれこれまあ2年以上はね飲み続けていることになるんでね、でもこれはね完全にね長期服用ってことになるはずなんです。肝臓の病気をしている人が治療のために飲むケースもあるんですよ。だからね、別にね害なんてないと思ってたしね、まあ、負担なんてかかってないと思ったんですけども、まあ、調べたらですね、その肝機能が正常化してても肝臓の組織内の炎症反応は必ずしも並行して改善するわけではないので、薬を長く飲み続けることが大切であるという感じで出てきたのでね、まあその炎症反応ということはですね、負担がかかっているんだということですし、ということはですよ、腸管循環が正常に働いてないのではないかということにね、たどり着いたんですよ。だから僕のおならはね、いつまでとってもね、臭いということです。まあね、免疫抑制剤が終わるまで臭いので、まあ奥さんからのね、クレームもありますけども、まあちゃんと理由を説明してね、理解してもらうことにします。まあ、そんな感じでね、おならが臭い原因は免疫抑制剤の仕業かもしれないというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。